はい、本日は6月30日、ただいま羽田にね、マイコーことチャヤトーンくんのお見送りに来たのですが、全然人がいません。ちょっとね、ウイルスの心配でちょっと怖いなと思ったんだけど、逆に誰もいないから全然安全かも。ちょっといろいろレポートしたいと思います。はい、本日の運行スケジュールなんだけどね、まあこれ見てよ。欠航、キャンセルで、キャンセルで行く飛行機が1個だけあります。それがバンコク行き。要は今日マイコが帰る飛行機しか飛んでないってことだよね。そりゃ人いねえわ。むしろ街より安全じゃんこれ。はい、マイケル君ことチャヤトーン選手に来てもらいました。ちょっとメッセージお願いします。皆さんありがとうございました。これからも頑張りましょう。また日本人会いましょう、はい、好きな食べ物は焼肉です、はい、ありがとうございました。コップンコ、はい、ということでマイコーのインタビュー撮りました。どうだったでしょうか。いろいろなね、将来タイで帰ってどうしたいのかだとか、タイ代表への気持ちだとかね、いろんな大事な話聞いてるのにね、皆さんに公開するインタビューでは大切なことを聞かないスタイルです。これが東京12のやり方です。そしてね、まあお別れと言いますが、実は出会いも今日は初めてなんですよ。でも彼が日本に来る前から俺の中では彼を応援しようって気持ちがあり、入団が決まった即日に彼のバンコクユナイテッド時代の、むしろ今シーズンのユニフォームをね、ネームアンドナンバー入りで買って、そのことをツイッターに写真付きで載っけたりとかしてたら、マイコーのお姉ちゃんからぜひ応援してくださいみたいな、なんかツイッターとかでも連絡来たりとかなんかしてたんでね、思い入れはすごくあって、ずっとすごく応援したいと思った選手だったんだよね。で、今のインタビューでも分かっていただいたと思うんですが、もう日本語もこの短期間なのに勉強してたし、すごく真面目な子みたいなのでね、この先やっぱりタイで結果残して、タイ代表とかにも入ってもらって、今度は敵チームとかでも戦えたら嬉しいし、もっと言うならね、大活躍してチャナティップとかティーラトン、ティーラスみたいにね、日本にまた戻ってきてくれたら嬉しいななんて思いながら、今回のね、お別れ、これが逆にスタートになってくれたら嬉しいなと思ってます。ということで、羽田からの上田浅井君レポートでした。ユニフォームにさ、こうサインもらったんだけど、こういうとこが若いよね。背番号34、それ確かに東京では34ですが、ね、21番のユニフォームには21って書いてほしいよね、というユニフォームコレクターのことでした。